さあ皆さんこんばんは、今週もインスタライブのお時間でございます。さあ、今週はですね、僕と JJ でお送りしたいと思います。ジャガさんはちょっと地方の方にですね、行っておりますので、今週も10時5分になったらインスタライブスタートになりますのでよろしくお願いします。さあ、今週はですね、196レモンサワーを飲みながらお送りしたいと思います。ジャガさんリクエスト出してみる？いや来ないでしょ。来ないね。多分ね、僕の予想は10時半ぐらいになったらジャガさん見るんじゃないかな。一瞬見てコメント入れるんじゃないかな。ああ、でもジャガさんいるよね。ジャガさんね、招待却下してますしょうがねえな、ほんまに。じゃあいただきたいと思います。乾杯。却下。あ、得意の196のシークワーサーってあるんですね、味がね。あ、そうなんだね。あ、ジャガ横田さん見てるよ、ね、参加しないってね。どういうことなんでしょうか。シークワーサーって思い出したんですけど、はいはい、コメント集のシークアーサー。あ、そうなの。やっぱり違うんだけど、うん、まあシークワーサーの輪って実は小さい輪にしてました。あ、そうなの。すごいね。え、なんでそんなことしてるの。いや、なんか、いや普通にいろいろ見てると、この調べてみたら分かるんですけど、はい、シークワーサー、まあ、どっちもいい話なんだけど、ああ、シークワーサーはの輪は、うん、まあ、唯一小さい輪、まあ、あんまなくないですか、小さい輪って他に。発音しにくいね。シークワーサー、ね、シークワーサーそんな感じなんですか、これ、はい、ひらみですねって何でしょうかね。先生、こんばんは。ひらみって何でしょうかね。何でしょう。わかりません。最近196、そうですね、ビール切れたんですね。昨日飲み切っちゃってですね、これしかないんですね、今ね。明日届くことになっております、糖質ゼロね。今日は、JJ 君と二人でお送りしたいと思います。あ、シークワーサー、ワーサーなんですね。あ、そうなんですね。白いメガネがアルパカっぽいですね。そうですか。アルパカってメガネかけてるんですか。さあ、先生嬉しそう。そうですね、嬉しいですね。今週はですね、JJ 君帰ってくるのかなと思ってたら帰ってきましたね。驚きました。お、先生、昨日の受験生版タイガーファンディング見ましたよ。あ、どうもありがとうございます。今週も JJ 君が一緒に出てくれて嬉しいです。ですよね、本当面白いですね。今日の夕食ですか。今日はステーキですね。ステーキ食べました。JJ 君と半々にしました。もう行きますか、JJ 君。はい、行きましょうかね。じゃあスタートしたいと思います。医療法人リミ理事長、鎌倉女子大学教授、木下裕和です。こんにちは。先に慣れてない大学生でめっちゃ飲みすぎ。ちょっと待って、なんすか今。どういう意味かわからなかったですけど、もう一回行きますか。もう一回行きますか。なんか滑りまくりって感じですけど、大丈夫ですか。大丈夫ですか、はい、医療法人リミ理事長、鎌倉女子大学教授、木下裕和です。あ、じゃあ、大学生先無理に飲みすぎ。よろしくお願いします。なんだろう、無理やりだね、俺。最近大学生飲まないからね、あんまりね。そうなんだよ。そうなんですよね。いや、その中でも、はいはい、飲む部類とかって、ええ、変にアルコールを食べたものを無理で飲んでる。ああ、そうなんですか。それなんて無理すぎがある、うん、あ、それはそうですよね。お酒ってそもそも楽しいものがあって、うん、苦しくなるものじゃないんですよ、はい、うん、だからその先で吐いてるとかね、はい、アホらしくしちゃないですか。あ、すいません、すいません、未成年が酒かさってどうすんだよお前。いやでもね、思うんですけど、今ってさ、大学入ってもまだ未成年じゃないですか。あ、そうですね。あ、未成年ってか18歳だけど酒飲めないじゃないですか。飲めないですよ。20歳からじゃないですか、はい、これがね、ほんと不思議。お父さんの頃は大学生になったらもう酒飲めたんですよ。あ、そうなんだ。ほんとあれ法律違反だったね、今考えるとね、うん、まあ、ほとんどの人飲んでましたし、まず苦しいものね、大学入った瞬間から酒は苦しいものだと教わります。もう一気しまくりね、酔いつぶれて吐きまくりって感じです。あーね、もうそんな感じで酒を覚えるんですよね。だからお父さんも酒に対して肯定的な感じはあんまりないね。だけど毎日飲んでます。毎日じゃないけど飲みますね。毎日じゃない。毎日じゃないですよ。抜く日もあります。俺が見てた時は毎日飲んでます。そうですか、ね、でもいないでしょ今あんまり。いやいや、もう土日は絶対飲んでる、ね、うん、土日は飲んでるかな。うん、ね、昼、夕方にずっと飲んでます。なわけないだろ、そんな飲めないよお前、酒弱いんだから。ということで、今日もインスタライブスタートでございます。
いや、実はね、ちょっとあの、訃報が入ってまいりまして、こんなふざけてますけども、そうですね、実はですね、ちょっと黙祷をしたいと思います。まあ、アメリカのバンダービルト大学教授でありました、ジェームス・E・アワーさん、産経新聞の、記事も書いてらっしゃいましたし、まあ、日米のですね、なんていうのかな、安全保障問題っていうんですかね、の、まあ、架け橋、第一人者、アメリカ側の代表なんですね。まあ、そんなアワーさんなんですけども、実は我々家族とすごく深い関係がございまして、結婚式の時になんと、アワーさんとお嬢さんが出席して、英語でスピーチをしてくれたという、こういうことがありました。それ以来もずっと付き合いがあって、ジェイジェイが生まれてからもね、また子供の頃よくね、アワーさんがこう招いてくれて、食事会、ニューサンノーホテルというところでありましたね。はい。よく行きましたよね。そんなアワーさん、82歳で、お亡くなりになられました。本当に日本とアメリカの関係について、大変こう尽力された方で、まあ有名な方ですね。そのアワーさん亡くなられましたので、黙祷を捧げたいと思います。はい、起立。黙祷。はい、ちょっと短いですが、直れ。はい、ということで、阿波さん、ご冥福をお祈りしたいと思います。なんか喋ってくれる？なんか阿波さんの思い出とか喋ってくれる？はい。いや、だから、よく食事会に行って、うん、自分も一時間でいいですよ。でもやっぱ、よくあったのは。そうですね。でもやっぱ、自分が、だから、小学校、中学校とか行ってる時は、あとはないですよね、多分。ないかな。じゃあ、最後にあったのは多分10年以上前だと思うんですよ。かな。はい。ラバさんね、実はお子さんがいらっしゃらなくて、3人ですね、お子さんを、まあ、なんていうの、養女、養子っていうのかな、うん、にされてて、2番目のお子さんは韓国籍のね、女の人なんですけど、ヘレンって言うんですけど、ヘレンは日本に、英語の教員としてね、来られた時期もあって、で、まあ、JJ とよくヘレンはなんか話してたね、英語でね。あ、本当ですか？話してましたね。あんま覚えてないです。覚えてないですか？アワーさんとは、うんうん、めっちゃ大きいじゃないですか。大きいですね、アワーさんね。俺が覚えてるのは、うん、結構硬い手を握って一緒に歩いたことあります。あ、本当に？はい、へぇー。まず、こう、手つないで歩いた記憶あります。あ、そうですか。はい、アワーさんはね、このテネシー州なので、こう、ブルースとかね、カントリー&ウェスタンとかすごく好きでね、六本木にまあ、ライブハウスがあって、そこによく行ってましたね。だけど、歌はですね、なぜか、軍艦マーチ。驚くね。アワさん、軍艦マーチ歌うんですよ。攻めるも守るも黒鉄のって歌うんですよ。アワさん、日本語できたからあんまりできないよね。英語だよ、ほとんどね。そうね。ヤワさんは本当に思い出深いですね。なんか、もうすごく寂しい気持ちです。でも、アワさんのお弟子さんたちも日本にはたくさんいて、やっぱり軍事問題のね、安全保障の専門家たちですね。いや、なんか本当にちょっと今日は、そういう寂しい気持ちもあるんですけど、さあ、インスタライブですね。皆さん、お待ちかねの方もいらっしゃいますので、最初は医療情報からいきますか。そうですね。はい。はい。実はですね、今沖縄県コロナ流行中です。なんかね、なんか沖縄から来るってイメージなんですよ、僕は。夏は沖縄から、冬は北海道からっていうイメージなんですよね。で、何かというと5月に入って沖縄はコロナ感染者爆増です。このゴールデンウィーク明けからすごい増えてて、定点観測って言って、こう、報告する、まあ、病院が決まるんですよね。全部が報告するんじゃなくて、定点報告って言って、その決められた病院は、今週何人コロナがいましたよっていう報告をします。それが沖縄がですね、今週は12.04 と。まあ、これ言われても何かわからないと思います。一つの医療機関で1週間に12人、コロナの新規感染者がいたという意味なんです。で、これ何を意味するかって言いますと、コロナはね、決まってないんですけど、よくね、注意報とか警報とかね、なんかそういうお知らせ出るんですよ。それはインフルエンザです。インフルエンザでよく出ます。インフルエンザの警戒警報とか注意警報とか。まあコロナはないんですけど、インフルエンザはですね、これが1週間に、10人以上の診断すると、流行注意報って出るんですよ。流行注意報。ですから、沖縄県は現在は、インフルに相当するとすればですよ。
コロナ流行注意報なんですよ。ジャガークリンクどうかっていうと、12なんてことないですね。もっともっと毎週感染者います。毎週20以上いますね。ですからまあ、この、報告するところがね、ジャガークリンクになってませんので、まあそういうのないんですけど、まあ沖縄から流行ってくると、今度は沖縄、九州、そして、どんどんこう東の方に登ってくると。まあゴールデンウィーク人の流れありましたし、今外国人の旅行者すごいじゃないですか。円安の影響でもう東京なんかもすごいですよ。外人の旅行者の方。ですからこれからね、流行しないとも限らないんですけど、ちょっと心配しております。医学情報は以上になります。まあ、外国人ね。はい。確かに、この間、でも外国人のやっぱ、あれですよね。うん。バイト増えましたよね。確かにね。すごく思うんですけど、はい、一番近くのコンビニも、うん、まあ、2店舗ほどありますけど、はい。まあ、両方とも、半々以上、なんならそれ以上で、うん、外国人労働者がいます。あ、いますか？はい。レジ打ってますか？打ってますし、棚とか並んだりもしますから。あ、そうですか。やっぱり今、外国人が増えたんだなって思います。今、大体でもやっぱ、うん、東南アジアだったりとか、はい。顔の話してるよ。はい。すると、やっぱ東南アジアとか、中東系の方が多いかなってイメージですね。麻布十番ジャガクリニックも一回ローソンなんですけど、はい、日本人のキャッシャーの人いないですね。あ、いない。もうほぼほぼ外国人の方です。あ、やっぱそういう時代になったんでしょうね。いや、そうですね。だから、うん、多分仕事をするのは東南アジア中東で、うん、はい、多分旅行する人の方にいたら欧米の人です、ね、欧米ですね、はい、あと中国の方も多くなってきましたね。チャイニーズね。そうですね。まあ、わざわざ英語で言わなくてもいいんですけどね。チャイニーズ、俺やっぱ思うんですけど、はい、チャイニーズ、ちょっと態度悪くない？うん。これはすごく思うんですよ。ね、日本人から見たらそう見えますけど、多分、中国の方々は中国に行ってもああなんですよ。いや、そうなのかも、うん。そのままなんですよ。ですから、中国人から見たら普通だけど、日本に来たんだから、日本流にしてほしいってことですよね。いや、しなくてもいいんですけど、避難されても仕方なくないって話、はい、ああ、そういうことですね、はい。なるほど。だから、避難してないよね。いや、まあ、避難、まあ、そうね。しゃあないじゃん、それ、うん、実はね、10年ぐらい前は、韓国の方もそんな感じでしたね。あ、そうなんですか。そんな感じでしたけど、今は違いますね。韓国の方はもう、日本に来ても違和感ないですね。めっちゃ悪いんですけど、はい、言葉しゃべんなかったら、うん、韓国人とか、あんま見分けつかないです。難しいです。かなり難しいです。むずいっすよね。かなりむずいっす。ほとんど同じじゃないですかね。ですよね。ほとんど同じ。だけどね、中身は違うね。例えば、酒めっちゃ飲める、韓国人の人は。あれはちょっとびっくりよね。やっぱりね、遺伝的にっていうかな、こう体に持ってるんですよ、アルコール分解酵素、うん。日本人ないんですよね。だから飲めないのが普通ですね、日本人はね。はい。なるほど。じゃあ、ちょっとコメントいきますか。はい。三上さん、ヨーレンキヨも流行ってますよね。ヨーレンキ流行ってます。地方も流行ってます。ヨーレンキヨですね。今日ジャガクイブ何人いたかな。6人中5人だったかな、なんか忘れましたけど、すごいいますね。あとね、今日ね、手足口病の子供診断しましたね、僕は。おやっぱりもう夏、まだ夏じゃないけど、夏に向けて手足口病とヘルパンギーナーが流行るんですよ、うん、もう今日もガチでしたね。手足口病ってね、手と足と口の中にこう水泡みたいにできるんですよ。だけど、ちょっと裏っていうかな、お尻にもできるんですよ。だから必ず親御さんにお尻聞くんですよ。キス見せろと。まあ、そういうことですけど、そういうことですけど、お尻に星ないですかって言ったら、あ、ありますありますと。ちょっとみんなびっくりした顔、態度な感じですよ。だってマジシャンですもんね。いや、医者だから知ってるから。医者だからね、手足口だけどお尻にもできる。中にはお尻にしかできない子もいます。お尻の穴？いや、穴じゃない。穴じゃないよ。肛門だろ、それ。まあ、そういう出る気る子もいるんですよね。だから、そういうこと知ってないと診断できない。小児科はね。じゃあ、例えば、はい、分かりませんって場合は、うん、もうすぐ今すぐ血圧を見る。言いません。あ、言わない。もちろん言いません。ちょっとお尻見せて。言いません、言いません。例えば、保護者に聞くんですよ。お尻なんかできてませんかとかね。できてないって言われたら、もう無理やり見る必要ないですね。いきなり全部裸んでください。おかしいでしょ、それ。いや、でも、やっぱ見てみないと分かんないじゃないですか。まあ、それはありますね。俺が医者だったらしますね。あ、それ、いや、親御さんそう言いますけど、うん、ちゃんと確認しました。うん。だからね、まずね、流行ってないのに、
早くないんですよ。お尻出してくださいってもう変態ですよ、ただの。それはおかしい。いや、関係ないです。うん、もうそれは、うん、もう手足口病だと思うので、調子に見せる。おかしいから。全然ヒントもないのに言わんわ、そんなこと。さあ行きましょう。ミツシーパンダさん、JG は小さい頃に、小さい頃は先生に似ていたような気がするのは私だけですか、うん、よく言われましたね、小さい頃は。あー、どうだったなぁ。でもね、肌は、うん、絶対同じだったと思う。そうですね。うん。ツルツルね。そう。うん。もちっとしてた感じです。そうですね。肌綺麗。うん。恐ろしいな。ゆりさん、私のクリニックの一派から発掘外来頑張ってます。うん、おー、同じですね。これはね、でも一派の頃は極めて少なかったですよ。やってたところ。だって、もしかしたら死ぬかもしれませんからね、こっちは。あれは相当危険でしたよ、一般の時はね。振り返ると。はい、お願いします。ジェジェ君、メガネお似合い。いや、そうっすね。いや、でもね、今日これ探してたんだよ。あ、そうなの？そう、俺ずっとこれ探してて、はい、ねえなと思ったら、はい、リビングにめっちゃ、わかります？ペンとか、ああ、そうね。めっちゃ入ってるね。はいはい。その中にスーパー。あ、そうなんですか。意味が分かんない。なんでメガネ置いたの？みたいな、ここにバーッとかぶって。あーね。はい。今日はですね。はい。はい。クイーンヘイキさん。久しぶりにライブ参加できました。ケース先生、相変わらず可愛い。ジェジェ君かっこいい。ありがとうございます。いやー、ありがとうございます。いや、ジェジェ君、そういえば、はい、ジェジェ君の高校生活最後の学園祭。ありますね。